私の中にもそんなことしたいって願望があるのかな。でもこんなサイトを見て楽しんでいる人がたくさんいるのかと思うと嫌になる。お母さんとお父さんがそういうことをして私は生まれてきたんだし、いつか私もそうして私の子供を産むのかな。